早急に行った方がいいんだよね。早急に青空の下で撮影会した方がいいかもしれない。はい、とか言ってすごい積極的に参加表明してくださってます。もちろんもちろん。ちょっとこれを使いたい。ね、使ってやろうよ。実験的な感じも含めて見てみたいなっていうのはすごいあったんで。もうやっぱ由美さんすげえなって思って、これを使うんだって思って。なんか前もその4コマのあの。4分割したやつですよね。縦じゃなくて、縦じゃなくて横のやつは本当に何サンプラーって言うんですっけ。あれか、4分割のやつ、はい、4分割あれもアクションサンプラーですよ。アクションサンプラー、あーなんかもうあれとか見た中で、うん、まあけどなんかやっぱドンピシャにハマったのはその4コマがこうパッてハマったやつとかは見たらなんかこう目的にもすごいよく見えるなっていうか、あそこに行き着くんだと思ってもう真似したいなっていうのも多分あるんでしょうね。一回やったらちょっとおーってなるかもしれない。 ね、その後に自分の表現にどんどんね、うんうん、いけそうな気がする。ずっとこう試行錯誤してたんで、ハーフカメラ使ったりパノラマにしたりとか。なるほどね。4個か、なるほど、ね、僕はちょっとジェラシー、あーこれ最初に見つけた人強いなっていう、すごい新しいなっていう、新しくなるわけじゃないですか今って、ね、古いものがうんうんうん、振り返してみると新しいものになるから。ロモティノってさ、うん、最終的にその4コマで静止画として発表してもいいけど、はいはい、やっぱりこう動画にした方が面白いみたいなのがあって、うんうんうん、大津君的にはその写真やってるけど動画映像もやりたいっていうのもあるの？ありますね。もうむちゃくちゃやりたいです。それは、ね、映像なの？もしくは映画とか？映像に近いかもしれないですね、はい、映画は撮れないにせよ映像は撮れるなって思って、じゃあすごい入り口としては、ね、あ, り写真ありかもしれないですね。写真の流れで、うん、僕の友達で今映画撮ってる人がいて、その子はすごい孤独な方で、全部自分が主役でみたいな、あ一人で撮ってるってこと。そうです、あいいね。すもう何回も会ったわけじゃないですけど、なんか話してなんかすごい才能あるんですけど、うん、多分友達ができない、うん、ここなんだね。まあまあ友達がねできるできないは、うん、まあそうなんですけどね。けどやっぱりそれにせよ作風がすごい、映像はやっぱ素敵で、いい、ね、ただ登場人物はいなくてみたいな、うんうん、なるほど。もっと2人3人の広がる世界も見てみたいですね、うん、そうですね。そうなったらそれですごいんだろうなと思うんですけど、うんうんうん、もうまあ、多分僕もそれに近しいものを感じるんで、だったら映画というよりは映像というふうに分けてできるんじゃないかなって、視覚的な効果で、まあそれは多分写真の延長線上でやればいいと思うんですけどね。確かに取り掛かりとしてはそうですね、いいと思いますですね。映画的な、まあ映像的な写真のパクっちゃおうかなってうん、私も初めてやった人じゃないから、いやいや、けどなんか本当その直感真似したんですか由美さんも。いや真似っていうか、あこういうのあるんだへえぐらいな感じで自分で適当に撮って、そう、ね、あいいですねぐらいな、うん、やっぱそれ軽い気持ちですよね、うん、そこに気づけるあたりはちょっと遊びだから、うん、遊びだから。そうでもなんか私はそのロモグラフィーのカメラを結構いろいろ使ってきてるから、うん、その中で、まあけどあるですけどね、それは間違いなく今360度回転するやつとかもあるじゃないですか。あこんなのもあるんだって思いつつ、でも多分そこでロモキノ見たのかな。あ本当、そうロモグラフィーに行って初めてそこであったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、けどまあそれは全然偶然とか何でもなくて、ただもう感覚的な実力というか羨ましいなと思いました。そろそろ
あ、そうですね。じゃあ日々大切にしてることは、とりあえず胃に穴を開けないように生きるっていう感じで、そうですね、 D の髪の結んでるこの辺からね、なんか感じました。なんか俺ちょっと受け取っちゃったから、一応タイム見てるけど喋りまくってんですよ実は。最後、じゃあ最後、本当に最後の質問なんですけど、はい、これから夢を追いかける人へメッセージを、メッセージを、自分はこうだったよとかそういうお話でもいいですし、これからですか、聞いた人がなるほど、まあ、これからでもいいし同じようにっていうことでもいいし、ね、僕はこれからなんで、多分何歳経ってもこれからっていうスタンスなんで、誰かにこうしろとかは言えないですけど、まあ本当に好きなものがあったっていうのは本当に自分の中で幸せなことっていうのはすごい日に日に感じてて、無理して好きになることって多分できないなってすごい思ってて、なんかたまたま本当に写真に感動できるし、撮ってて幸せだなって思うし、自分の写真に感動もできるし、なんか本当その本当にたまたま巡り合わせでできたようなことってすごいあると思って、なんかそれがない人って絶対いるはずなんですよ、何を趣味にしたらいいとか絶対いるはずで、なんかそれに悩む時間ももちろんあるとは思うんですけど、なんか本当に僕自身が悩んじゃう性格だから、なんか悩んでいいことって絶対ないなって思ってて、悩んでいいことって絶対ないじゃないですか。まあもちろん試行錯誤してこれをやりたいとかはあるとしても、なんかこうだったらいいのになとか、そういう悩み、希望っていうか、こうだったらなとか、もう叶わぬ願いをするよりは、本当なんか全然こう自分に重荷を背負わずに、なんか単純なままにこう好きなことを見つけるわけじゃなくて、なんかこう全然ラフに、絶対こう力んだらいいことないっていうか、なんかもうそれは絶対あるなと思ってて、なんか自分の好きなことを探すっていうよりかは、何も考えずに生きていった方がいいんじゃないかなって、すごい単純、まあ、そっちの方が出会えるってことかな、自然体で生きてる方が、ね、難しいですけどね、自分がたまたま会っただけで好きなことが、写真まあまあ誰でも撮れるし、けどやっぱそれは好きじゃないと続かない、長続きしないわけじゃないですか。けどなんか自分も今まで何も統一してなかったけど、思い返してみると、あ、なんかやっぱ写真だけは撮ってたなっていう、やっぱ好きなんだなっていうのに気づいて、けどやっぱそれは何も重荷に感じたこともないし、本当自然のままにやってたことなんで、なんかそこで無理して好きなものを作る時間ってすごいもったいないなって思って、だからなんて言えばいいんですかね、そういうのないっていう人には、そういうさ、なんか例えば日々大事にしてることとか聞いてさ、なんか日々悩んでるみたいなさ、ことを言えるっていうのはやっぱり自然体だよね、ですね、おつっこの生き方自体が、だから自然体で生きてるから普通にこう背伸びもしてないし、好きなものに出会えたら分かるっていうかさ、はいはいはい、そう、自然体に生きるって特になんか若い時難しい気がするけどね、なんかカッコつけたりとか、でもきっとカッコつけたい気持ちはありますよ、いや、まあ、それは当然もちろん、ね、はあるでしょうけど、いや、もっとなんか生きてる人とかもいるじゃん、なんか大月くんのいいところはちゃんと客観視できるところだと思う、なんかその自然体で、まあ、それもあるかもね、客観視、してるところとか、それがなんかいいんじゃない、もうそうですね、あんまり深くは深い話したら暗い話になる私でも前向きに言うと悩んでもいいと思うので、私はもともと記録することが好きだから、多分写真も好きなんだと思うんですけど、そういうのを文章に結構書いてたりするの、手記だったりブログだったりに、意外と後で見るとうわって思うけど、あ、そういう自分もいるんだなって励まされたりするから、記録するっていうことが結構好きかもって思う、まあ、でもそれも大事だよね、
ちょっとじゃあ次は僕が変わってありですか？インタビュー。うん、ありですよ。私まだそっち側触ったことないから。あ、僕結構どっちかというと多分由美さん側の本も好きだと思うんで、うん、今まで聞いた中で質問、あ、まあ、そこそれはちょっとカットで。いろんな話してるから。ああ。いろんな話してるから。いやなんかその純粋に人に対して興味があるんで、そこはまあ。熱しやすく冷めやすくっていうところもあるんですけど、うん、なんか分かるよそうだよね。俺だって店主がインタビューしてくれた回があるから、うん、そうです。ゆみさんに、ね、新しいメンバーが加わった、新しいメンバー加わってきてよ。あ、よければ参加してください。もう1回だけでも、ね、逆立場で1回だけ番外編で大月くん中根でゆみさんに、そうですね、インタビュー、もうバシバシ聞きますよ多分僕。なんかどこまで使えるか分かんないことを連発するかもしれない。そうですね、まあ、じゃあちょっとありきり面白いかもしれない。うん、確かに。それこそ中根さんの話だって僕と由美さんで、うん、ね、そうですね、うん、俺一応店主が店主と対談してくれたことがあるの。あ、そうかそうか、そう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 、それを見ないと。一対一でね、うん、じっくり。でもなんか思想的な部分よりかは仕事してたりとか、ここのギャラリーの話が結構メインだった。なんか僕はもう本当スタンスでは別に自分のことを何を思ってもないんで、うん、とにかく今吸収したいなっていうのがあるんで、なんか別に、まあ、目の前で言うのもあれですけど、うん、自分のことを言うよりかはもうどんどん人の話を聞いた方が、今のスタンスではもう全然そんなプライドなんて全部捨てた方がいいなって。あ、素晴らしい、ね、あ、一応あるんですよプライドは。大事ですよ捨てたいんですよ僕は。いやいやいや、もうほんといらないなとか毎日思ったり。私は生き恥をさらしながら生きてるって思ってる。いやー、でもまあそういう意味ではゆみちゃんもだから自然体で生きてる人だよね。いやー、すごい堅物ですよ、もともとは。けどもともとこのニサさんに会ってなんか、うん、中根さんのそのいろんな人が来ていろんな話をしてっていうのは、もうまあこんな恵まれた場所はないなってすごい。普通に生きてたらあんまりね、なんか仕事の人だけとかやっぱ身近な人だけとかで終わっちゃうから。年齢重ねていくとね、自分のポジションとか成果、ライフスタイルもできてきて、新しい人と知り合うってなかなかね、できないですね、仕事以外ではないもんね。ね、ここいろんな方来るから、いっぱい来ますね。僕はすごい人生に残る。本当？やったー、いいとこ紹介した。ありがとうございます。本当に分岐点になるようなところだったなっていうのは。あ、嬉しい。なんか嬉しいですよ。私まで嬉しいです。あ、今中根さんが嬉しい前提での私まで嬉しいです。いや、もちろんもちろん嬉しいよ。それはそうじゃん。うん、いや、もうそれは。ハートフルな話も聞けたところで。うん、そうですね。よかったです。はい。本日も全然今忘れてました。一応あれですか、写真しっかり考えてきてくれたことは今日は聞けた。あ、もうそれがね、もうちょっと時間が足りなかった。足りないけど、もうすいません、ちょっともう D が、ちょっと今日はもう限界ですね。あれなんで番外編ですね。はい、また今度大月くんとの会はまた別で、はい、ラジオポンポン、ね、そうですよね、もうこの感じで結構喋れるんですよ、私大月くんといっぱいいくらでもなんかトークテーマからそれていけるから。あ、いい、長くなっちゃうの。うん、なんか何でも多分由美さんとだったら、そう、私もなんか話せるんですよ、いいことじゃないですか。僕はセキララに話せる。私も結構セキララに、もう放送後でギリギリみたいなところまで。マジっすか。あるですね。じゃあちょっとそれ、まあポワンポワンでぜひ、ちょっとポワンポワンの方でも、うん、裏大月和弘裏トークポワンポワンで。いや、ないですよそんな。レギュラー、レギュラーです、レギュラー、レギュラー、思想の話とかなんか。あとポワンポワンに出てもらった時の報酬はもうさっきのステッカーだから、もうちょっとあげちゃったから、あれ以上のものもないんで。そう、ちょっとビアプレゼントします。あ、そうだね、今度お酒買ってきます。そうですね、よろしくお願いします。自分の話をする機会がなかったんで、なんかうんうん、嬉しいです。やっぱり改まってこう考えますね、それは、うん、まあ、多分酔った時に自分の話めっちゃしてるんだと思うんですけど、この前ゆうしろくんってこう、ゆうしろくん
めっちゃ話した。ひでちゃんがなんか帰った後に、うん、俺何の話してたって、なんか、ね、すごい言ってたよって言ってて、この前でしょ、あの時はさ、カオスだったりですよね。そういうカオスだよ、長谷さん途中で帰っちゃったから。全然だって本当はもっと5人6人の予定だった。でいろいろ紹介したい人たちがいて、はいはいはい、衝撃的な人数だった気づいたらなんか急にすごい人増えてて、はいはいはい、なんか分かんないけど俺もすごい酔っ払ってて基礎じゃん段階でいい感じでしたよね多分。本当にちょっとなんか迷惑かけた人がいたとしたら、まあ、この前一応すみませんでした謝る、こちらも謝る。いやいやいや、でも面白かったよね、カオスでね。いやもうやばかったです。私が来る前に結構ヘビーの話してたんでしょ。そうですね、ちょっとそこ聞けなかったんですけど。いやもうちょっともうそれこそ本当にやばい、これはもうなんかヘビーちょっとなんか話しかけてくれてたけど、あの話から俺今日はいろんな人を紹介してと思ってたのが、うん、もうあの話で全部消えたあらららら、みたいな、ちょっと時空を移動したぐらいの違いがありましたかね。いやいや、もう世界観が変わるような話でしたよ。そうだったんですね。いろんな、でもみんなね、そういうことを抱えて、やっぱり大なり小なり抱えて生きてるわけですから。頑張ろう。頑張りましょう。頑張りましょう。うん。今日のゲストは写真家大月和弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。はい、また来てください。撮影会行きましょう。はい。よろしくお願いします。もちろん、こちらこそ。さようなら。さようなら。